TJM3 を搭載した J アクメ -1 標的機 TJM3 は三菱重工業によって開発された標的機用の小型ダーボジェットエンジンである。従来航空自衛隊の使用する訓練用標的機は外国から輸入していたが国産で開発することとなりその推進用エンジンとして開発された。1984年に開発が開始され、 機体とともに1987年に量産が開始された。本機は地対艦ミサイルのサステナエンジン J4 から1をベースに開発された。3万フィートの航空で問題なく指導、運用できるように制御アルゴリズムを変更されている。また、部品点数を簡素化して低価格化が図られている。当時、日本には大きな航空試験装置がなく、 航空での性能や弱火性を確認するためにエジェクタを使用した簡易航空試験装置のほか、西ドイツのシュトゥットガルト大学の航空試験装置を使用したガスタービンギャラリー www.gtsj.org 公益社団法人日本ガスタービン学会2020年11月17日閲覧 ABCD 長谷川2001 P315、長谷川2001、P316、ありがとうございます。